はい、今回は金車庫に浮かぶ四角い物体まで行ってみます。ここですね。ここを拡大すると、なんか四角い物体があるんですよ。ここまで行ってみます。柳瀬ダムっていうかな。ここからちょうど見える。これですね。ここまで行ってみます。はしごがあるギリギリ。ここを登って、ここまで行ってみます。
相当高いぜこれ。折れるね。折れんなこれ。これが朽ち取るわ。アネオバード朽ちて落ちる可能性がある。危ないな。見たいんだけどね。ちょっとね、ここのはしごが朽ちすぎてね、怖い。途中で折れてしまってもね、たまったもんじゃないからね。ぐらいならいいけどね。これ登れってやるとね、ちょっと厳しいもんがあるね。ちょっとね、これね、せめてはしごがね、これがね、ちゃんとねしてたらいいんだけど、これね、ほらこれ、あ、折れちゃった。やばいよこれ。これここだけじゃなくて上もね、途中ね、ちょっと折れてしまったらシャレになんねえからな。ちょっと登れねえわ。まああの、ここだけじゃなくて、まあ、この下もほら、これ上もね、もう取れてるから、もうどの道無理だね。あの真ん中らへんから上は一応なんか大丈夫そうなんだけどね、そこに行くまでだよね。で、大丈夫とは言っても上もちょっと怖いね。脆いだろうしね。ちょっと怖いね。これがね、あの真ん中ぐらいの高さなら行ってたかもしれないけど、それより倍あるからね。ちょっとどころかかなり高いよ。